望月ひまりです。今回は、謝らないといけないことがあります。こいついつも謝ってんな、と言われがちで、すみません。でも謝ります。望月ひまりは、これまで、貧乳であるかのような営業をしてきましたが、よくよく考えたら、そんなに貧乳でもありませんでした。申し訳ございませんでした。ひまりは活動当初から貧乳って設定でやってて、ひまおい、ひまおい、ひまウォールみたいな。胸がないじゃん、壁じゃんみたいな感じでやってて。まあ、小杉ちゃんにね、いじりをさせてあげようかなと。ほら、ひまり、メイド喫茶でバイトしてたからさ、ご主人様は、メイドいじりたいじゃん。例えばさ、秋葉原でね、歩いてると、メイドさんと野生のご主人様が話してるところ見たことある小杉ちゃんいると思うんだよ。それ何してるかっていうと、バトルをしてるのね。ご主人様をメイドカフェに呼びたい。メイドさんとどうにかお金を払わずにメイドさんとイチャイチャして帰りたい。野良ご主人様。この二人が白熱したバトルをね、繰り広げてるわけなんだけど、その時とかにさ、ひまりの同僚がさ、なになにちゃんちっちゃいからな、僕は大人の女性が好みだからな、ちょっと今日は君しかいないなら行くのやめよっかな。ご主人様ひどーい。私、体はちっちゃいけど、心は大きいんだぞっていうね、そういうやりとりですよ。はい。っていうか、まあ男の子は女の子いじりたいみたいなところあると思うんだよね。持て遊ぶと書いていじりたいみたいなところあると思うんだよね。だからひまりもこうさぎちゃんたちにいじらせてあげようかなって思ったんだけど、なんかこううまく再生数に貢献できず、でまあお決まりの広告費だけがすごい溶けていきって感じになってから事務所所属になったんだけど、最近さ、バイノーラル音声のジャケット撮った時に、あれ？ひまりちゃんって巨乳なんじゃない？っていう話になり、あ、いや、実はひまりも巨乳だと思ってましたみたいな話になって、貧乳営業してました、いや、必要なくない？貧乳営業みたいな感じになりまして、はい、ご覧の通り巨乳です。あと、さっきのひどーいっていう同僚のメイドなんだけど、その子無事、野生のご主人様を入店させることに成功してました。実際、事務所に所属してから、コウサギちゃんたちが描いてくれるひまりの絵は、どんどん巨乳になっていきます。ほら、こんな風に、ほらほらほら、ほら、衣装がね、ベルトでキュッと腰のあたりを絞ってるのもあってね、よくよく考えなくても、巨乳なわけです。まあ、ひまりが巨乳か貧乳どっちか好きなのかっていうと、別にまあ、その子に似合うサイズであればいいわけなんだよね。例えばさ、風の谷のナウシカのナウシカが、もう炎の腹待ちシリーズ並みに巨乳だったら、困るでしょ、コウサギちゃんたち。オウム追っかけてる時とかさ、アスベルの双子の妹助けに行く時とかさ、もう走ってる時ブンブン揺れてたら、困るわけよ。だから、ひまりはその子にとって適正なサイズであればいいと思ってる。でもなんか最近の作品ね、結構巨乳がインフレしててすごいんだよ。なんかエロゲでもさ、 D カップなのに貧乳で悩んでるヒロインとかいたりするしさ、そういう意味で考えると、もしかしたらひまりは巨乳ではない。あれ、あ、ひまりはエロゲだからそう考えると貧乳なの。あ、いやいやいや、でも貧乳じゃないと巨乳です。ほーら、巨乳です、巨乳です、誠に申し訳ございませんでした、巨乳でごめんね。ということでね、ひまりは巨乳ということを認識して、コウサギちゃんたちには努めてもらいたいと思います。これからひまりの同人誌を書いてくれるコウサギちゃん、ひまりアートを書いてくれるコウサギちゃん、きっと朗読します、リツイートします。巨大な父あります。
それじゃあ、またね。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしく。して。